こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員の峰川がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。嬉野市健康づくり課保健グループのダンです。6月1日から始まりました特定健診についてお知らせします。特定健診は生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロームを予防・早期発見をすることを目的とした健康審査で、嬉野市国民健康保険に加入している方のうち40歳から74歳の方が対象です。嬉野市では令和3年度の特定健診受診者のうち、生活習慣病発症リスクの高いメタボリックシンドローム予備群と該当者は男性で2人に1人、女性で5人に1人ととても高い割合になっています。生活習慣病には高血圧、糖尿病などがありますが、自覚症状がほとんどないため気づかないうちに進行し、脳や心臓、血管などにダメージを与えていきます。その結果、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる恐ろしい疾患を引き起こすことがあります。そのため生活習慣病はサイレントキラーと呼ばれています。身についた生活習慣を変えるには大変な努力がいりますが、早いうちに生活習慣を見直せば高齢になってからも元気で健康な暮らしができます。ぜひ1年に1回は特定健診を受診し、体の状態をチェックしてください。特定健診の対象の方には5月末に受診券・受診票をご自宅に送付しています。医療機関で受ける方は6月1日から8月31日の期間内に受診券と受診票、健康保険証を持って受診してください。特定健診の受診項目は身長・体重・腹囲の測定と血圧測定、血液検査・尿検査があります。また嬉野市では独自に心電図検査を検診項目に追加していますので、同時に心電図検査も受けることができます。自己負担額は1000円です。8月までの医療機関での受診期間以外にも、塩田保健センター、嬉野市中央体育館、嬉野市民センターで集団検診を行います。7月以降の実施を予定していますので、詳しくは送付している特定健診のご案内をご確認ください。また、7月15日金曜日は、夜間に塩田保健センターで集団検診を行いますので、昼間忙しくて時間がない方もぜひお越しください。今年度も健康増進に向けて頑張る方々を応援するために嬉野市健康マイレージ事業を行います。この事業に取り組んで100ポイント以上集めると1000円分相当の商品券、または500円分のクオカードをもらうことができます。特定健診を受けると50ポイント付与されます。ぜひこの機会に取り組んでみてはいかがでしょうか。今自分の体に気づくことで10年後の生活が変わります。年に一度は特定健診を受けて健康チェックをしましょう。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては期間の変更や中止を行うこともありますので、ご理解をお願いいたします。以上、健康づくり課からのお知らせでした。健康づくり課より献血についてお知らせします。献血バスによる 400ml 献血をご覧の日時で行います。会場はご覧の通りです。 400ml 献血を安全に行うためにはいろいろな基準があります。年齢は男性の場合17歳から69歳までの方、女性の場合18歳から69歳までの方にお願いしています。
ただし65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までに献血の経験がある方に限られます。体重は男女とも 50kg 以上必要となります。血圧の基準は最高血圧が 90mmHg 以上必要です。血色素量の基準は男性が 13g/dL 以上、女性は 12.5g/dL 以上です。年間献血回数は男性は3回以内、女性は2回以内となっておりますのでご注意ください。患者さんにより安全な血液をお届けするために、これらに該当する方は献血をご遠慮いただいています。海外から帰国または入国して4週間以内の方、3日以内に出血を伴う歯科治療、抜歯、歯石除去等を受けられた方、輸血や臓器の移植を受けたことがある方、がん、急性心筋梗塞、脳卒中など過去に大きな病気の既往がある方、薬や病気の種類によっては献血者の体調を最優先に考慮し、医師の判断で献血をご遠慮いただく場合があります。服薬中でも献血できる場合がありますので、事前にお問い合わせいただくか、お薬ノートをご持参ください。ご不明な点は、佐賀県赤十字血液センター、電話 0952-321011 にお問い合わせください。以上、健康づくり課からお知らせしました。嬉野市役所広報広聴課からお知らせします。嬉野市では市民の皆さんと市政を結ぶ司法嬉野を月1回発行しています。司法嬉野は行政区を通じて各家庭に配布しています。また市内公共施設、郵便局、金融機関やスーパーマーケットに設置しているほか、嬉野市ホームページでもご覧いただけます。また司法への広告掲載も募集しています。企業の PR やイベントの告知にご利用いただけます。地域の話題や市からの大切なお知らせなどをお届けする司法嬉野、皆様ぜひご覧ください。以上、広報広聴課からお知らせしました。6月の休日在宅当番医はご覧の通りです。6月の小児時間外診療はご覧の通りです。6月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。6月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。